僕はね、ぴょこたんっていう名前でですね、こういった漫画を描いてるものです。まずはね、定番のですね、9人新究極いきます。さあ、来るぞ。いつ、なんで何話し合ってんの今日。あ、でももう僕一言も見終わった後、多分申し訳ないけど、一言さんどっか行っちゃうかもしれない。話、どうする？あははじゃないんだよ。いや、ランボ本当に回るの。お前、おたさわの姫気取ってんじゃねえぞ、いちごちゃん。僕はそういうのこびないからな。いや、それ読みたい。回らないとこは回らないです。いちごだよ、何も聞いてくる。全部回るかと思ってた。お前、普段そうやって。俺、多分みんな見たら、細って言うよ。ちゃんとこぐらい細いもん。お前、オフ会じゃねえか、これ。え、でも、りょうちゃん、僕もめちゃめちゃ細いよ。そう、細いよ。いや、でも、りょうちん結構ガチで細いからね。黙るなよお前ら。あれ？黙っちゃった？わからん。あれ？何これ？僕身長の割には結構細身だよ。うん。月に、月にとか履くからね。月にとか履くの？あとね、178。僕の声聞こえてないの？高えな。あれ？これもしかして。高っ！168で、50だからね。あ、すいません、僕の声って聞こえてます？聞こえてたらちょっとあの構ってほしいんですけど、お願いします。あれ、いや、これね、マイクが聞こえてない可能性やばいんだって。マジ東京行きたいな。あれ、え、何日なの来月？すごい悲しいんだけど。え、なんでこんなに無視されんの？え、サーチャ可愛い、結婚しよう。僕ってもしかして石ころ帽子かぶってない？何日なの？いや、これやばいんだって。いや、これそのマイクの設定誰か教えてくんない？前もこのパターンあったんだって。あ、来月もそうか、言ってたな。誰だったっけ、だ、東郷とかとなんだかあるんでしょ。僕の声聞こ、の声聞こえませんかってチャットで打っちゃうよ。そか、僕の声聞こえますかって。ちょっと9番さんでちょっと喋ってください。ちょっと結構ハードル上がってるよ、その感じ。え、聞こえてます？聞こえないですか？なんか何とかしてほしいんですけど。ダメだ、マイクがおかしい。なんか、じゃあこれのマイクの認識ってどうやるの？あの、ブルースタックス入れてんだけど、ブルースタックス。前までできたんだよ、これ。前までできたんだよ。あ、これやだね。誰か、わかる人います？あ、すみません、僕の声って聞こえてますか？聞こえてたら、あの、なんとか言っていただけたら嬉しいんですけど、あの、堕天使さん。じゃあ、あの、もし聞こえてたら、ドラゴンクエストって言ってもらえません？ドラゴンクエストって誰か言ってもらえませんか？聞こえない。だってこれできなかったら終わりじゃん。誰か喋ってみて。いや、だって全員聞こえないじゃん。誰か喋ってって。はい、聞こえます。聞こえます。僕の声聞こえたらドラゴンクエストって言ってください。ほら、また止まっちゃったもん。そうそう、前回も普通にできたけど2回目で音出なくなっちゃったの。それです、それです。これまともにプレイできないとちょっとみんなにもストレスだから、もうすぐやめた方がいいんだよな、こういう時って。もう申し訳ないけど悲しいね。みんなやったことあるでしょ。ちょ、待て、うるせえ、黙れ。あ、5番さん上手い人っすよね、普通に。確か、あ、そうですよ、はい。あ、ですよね、結構なんか、はい、え、有名な人っすよね、配信かなんかで。はい、何回で誘いますね。オッケーオッケーオッケー。7番見ろ、ジンジンジンへの弟子だって書いてある。なんかやだね。お前どこに目ついて、お前。え、マジ？ちょっと待って。聞こえてますか？ドラゴンクエストって言ってもらえませんか？聞こえてたら。落ちたよ。ずっといろんなとこ入って、ドラゴンクエストって言ってもらえませんかって。悲しいわ、なんか。同じ状況になったやついるの？ PC 再起動じゃ治んない。これ前回ももうとっくに再起動してるし。いや、音楽聞こえてるよ。相手に、その、ゲーム内の相手に僕の声が伝わってないの。で、無視されちゃう。めっちゃ止めないわ。じゃあ、ついて KTM69 調べろ。いや、誰かドラゴンクエストって言ってもらえません？これ聞こえてたら。またなんか人のこと叩く割に、この赤見してもらっていいですか？4番さんどうぞ。なんかこの声聞いたことあるぞ。顔見せれないんだ。相当ブサイクなんだね。何だ。
すのやめてもらっていいですかね。あなたそれサブですかって聞いてるんですけど、このあいつじゃん。なんで急に顔、じゃああなたから顔の話、あなたも出せるんですね。ツイッターに飛んでいただいていいですかね。逃げないでください。この声見覚えある？はい、じゃああなたの顔を見せてください。ドラゴンクエストって言ってもらえません？誰か、なんかこのオカマみたいな声聞いたことあるぞ。もう逃げないでくださいよ。じゃあ何ならあの他の全員やりましょうか。ヨンバさん逃げないでくださいね。退出させないんで、うん、なんか頑張ってますね。はい、いや、モンキーがいなくなったら1対1で戦えないじゃないですか。4番何やってんのお前ら。ドラクエって誰か言ってくんない？ドラクエって言ったらもう納得するからよ。そのあなたから見せていただいていいですかね。いや、だからまず俺の質問に答えて。お前の質問なんかどうでもいい。いいですか。じゃあ設定教えて。じゃあ何が言いたいんですかね。なんなんこいつら。ごめんけど、ちょっと何を言いたいんですか、ヨンマさんは。こいついつもこういうことやってんだな。顔の話をされるっていうことは、ヨンマさん相当自分がイケメンという話で言ってるんですね。こいついつもこういうことやってんだな。ほんと、なんか、むしろ、かわいそうなんだけど。聞こえないじゃん。なんかすんごいかわいそう。この人の人生って一体何なんだろう。いや、もう声が聞こえない。こっちの声が届かない、向こうに。こればっかりはどうしようもないよ。誰か同じ悩み抱えてる人いません？これゲーム内の、どっか設定いじっちゃったんかな。あ、すごいじゃん、カチカチ。これ見た、ちょっと見える、これ。ほら、僕の過去の履歴が見れるんだね。カチカチカチ、ほら、ほとんど勝ちじゃん。すごいな。あ、この辺負けてるけど、これは多分バカが足引っ張ったんだと思う。スピーカーアイコンがミュートになってないことを確認ください。え、ブルースタックスアンドロイドホスト用のスピーカー、なんだそれ。ちょっと待ってね、今確認するから。マイクができるか、あ、ほんとだ、ここね。人狼サスでマイクが使用できるか確認する、だって。誰にも聞かれずに自分一人のマイクチェックを行うことが可能だって。とりあえずこれでやってみよう。じゃあ今その一人の部屋に入ってみるね。一人部屋入り作戦っていうのやってみるわ。パスワードありにして、この辺で絶対わかんないやつにして、これで入れば、こんにちは、聞こえますか。あ、いや何にも聞こえないじゃんこれ。ここのメーターが、ボリュームメーターが反応すれば大丈夫だって。反応しない。あ、どうも、聞こえますか。誰か聞こえますか。聞こえないね。やっぱりこれ聞こえてないね。いや、吹き出し出てるけど、それはまた別なんだよ。わからず屋さんだな。これは聞こえないんだよ。わかったか。吹き出しが2個で固まってると聞こえてないとき、そういうことです。何が原因なんだろうね。もうやめようかな。引退かな、これで。これを機にちょっとスカイプやってみるか。もし今からじゃ悩み相談コーナーやるか。とこうスピーカーテスト、あ、マイク、これ全然 OK で。マイクのテスト、マイクチェック OK、 マイクチェック OK。 アホ汁です。誰かスカイプで話そうよ。今から人生相談受け付けるよ。ちょっとスカイプ、誰か、アホ汁の字は J だからね。そこ間違えないようにして。そういうのって大事なことだから。ダメだね、これ絶対繋がってないから。あ、来た。オーディオ。あれ誰？もしもし？あ、こんばんは。ピョコタン先生ですか？あ、こんばんは。聞こえてますか？スカイプの方で聞こえてます。そうですよね。だから、はい、僕が悪くなくて、はい、人狼殺かブルースタックが悪いんでしょ、これ。なんか僕ちょっとさっき思ったんですけど、うん、あの2つマイク持ってるんだったら、うん、片方をニコ生用とかで使って、うん、もう1個をその人狼殺用に設定してみたらどうですか？うん、なんかその2つマイクっていうか、ウェブカメラなんだよね。ウェブカメラとパソコンの内蔵のカメラなんだけど。はい、ああ、それで別々に設定してみたらどうですか？いやー、どこだろうね。そっちの方がいいのかな。じゃあちょっとそうしてみますね。あ、ちょっといろいろ、あのさ、あとさっき調べたサイトで、ブルースタックスとマイク設定でググったら、うん、一番上になんか公式サイトみたいなとこ出てきて、うん、はい、そこでちょっと分かりやすく設定じゃなくてなんか書いてあったんで、うん、それとかも見てみてください。はい、ブルースタックスマイク設定。あ、で一番上の方になんか公式サイトみたいなのが出てきて、画像付きで、はい、でもこのスカイプできてるってことは同じことが可能なんだよね。
そうですね、うん、ちょっとそのブルースタックスってちょっとやったことないんで、うん、何にも言えないんですけど、うん、とりあえずでも聞こえてました。そうですね、これこっち聞こえてます今、はい、配信の声じゃなくてね、スカイプの僕の、はい、スカイプの方でバッチリ聞こえてます、うん、症状が本当だ、なんか確かにありました。じゃあありがとうございます。あ、はい、スカイプは OK ってことで、はい、はい、ありがとうございます。すみません、はい、なんか、はい、はい、ありがとうございます。ね、できたでしょ。ちゃんとした人だよ。そんな気違いばっかりなんてないじゃん。そうだね、アプリ側に問題があるっぽいね。だってスカイプできたもんね。もうやめとくか今日は、さすがに。もうスタートもできなくなっちゃって最悪だぞこれ。ブルースタックスを入れ直すのくっそめんどくせえじゃん。そんな入れ直すっつっても最新版なんだよこれ、つい最近入れ直した。じゃあアンインストールするの。あ、もしもし、聞こえてます？もしもし、はい、誰ですか？なんか人生に行き詰まったりしてるんですか、こんな時間に電話かけてきて。いや、その人狼殺できない問題、うん、なんですね、なんですけど、はい、アプリにマイクの許可を与えるとかあるじゃないですか、権限の問題。はいはい、ありますね。それもチェックしてみてほしい。それでどこでチェックするんですか？僕情弱なんで、確か与えたと思うんですけど、ね、設定的なところじゃないですか、はい、権限とか。アプリと機能、アプリと機能でブルースタックスアプリプレイヤー、うん、とりあえずアンインストールしてみていいですか？あ、それもいいかもしれないですね。一回アンインストールして、インストールし直したら権限変わるとか、はい、うん、権限とかってどこだろうな、もあるかもしれないので。権限とかってありましたっけ？僕 Android 持ってないんでちょっと分からないんですけど、多分権限はありますか？あ、でもこれね、 Android をやるやつパソコンなんですよ、やってるのは。ちょっとまた調べたら。すみませんね、こんな遅くにご迷惑おかけします。じゃあ切りますね。もう切れた切れた。ブルスタ自体がうんこなら、ノックスって何？ノックス、ノックスやってみるか。ノックス、ノックスチャレンジ行くか。ノックスチャレンジ、ノックスって何？ビッグノックスっていうのが出てきたけど、 Android エミュレーターオン PC& Mac、 ノックスプレイヤー、よし、じゃあダウンロードしちゃうよ、最新バージョン。今ダウンロードしてるからね。こうやって人は日々成長していいんだよ。君たちだってね、こんな時間にこんなの見て、そう、僕のスピード感についてこれるのはノックスだけだよ。今ね、340% 来てるから、577メガ中ね、380来てるから、こんな人生の無駄な時間もさ、振り返った時に、ああ、そういえばあの時ノックスインストールしたなって思い出したらさ、それはそれでいいんじゃん。みんなで悪戦苦闘してね、人狼殺配信なのに、人狼殺をやる前の段階ですでに何分経ってんだよこれ。バカでしょ、バカなのにまだ残ってくれてるあなたたちっていうのは結構すごいからね。インストールゴー。これでもうノックスが良ければブルースタックス何なんだよっていう話だよ。加藤純一が広告大使やってるとか言ってさ、文句言おうかな加藤純一に。お前のやってるそのブルースタックスってなんだよこのクソアプリはって、いきなり言ったらびっくりするだろうね。僕と加藤純一ってそんなにさ接点ないのにさ。やめとこ、めんどくさそうだと。いくらくらいもらってんのかね。そのせいでこっちはといいとばっちりなんだよ、そんなのインストールしちゃったんだから。よし、開始しますよ。開始してさらにこれを開いた上に、あれでしょ、なんといっても人狼殺をインストールしないといけないでしょ。ここにノックスとレール開きました。 Android is starting って出た、怖い。 Android is starting みんなに見せたいな。じゃあ見せてあげるね。特別だよこんな画面見せちゃうの。ほら見えた、僕の Android starting。ちょっとだけだけどな、見えた？なんか個人情報とか急に出てこねえだろうな。グロ画像とかさすがに出てこないよな。なんか遅いんですけど、これもこれでフィニッシングブートだって。ついに来た、フィニッシュした。スマホを PC でミラーリングじゃダメなのだって。
何そんな難しいこと言わないで君。よし、スキップチュートリアルしちゃうぞ。スキップチュートリアルしちゃうぞ。全然わかんないのに。あ、何これ、いきなり Google プレイが出てきたぞ。人狼殺って検索すればいいんじゃない、ひょっとして。なんかでもちょいおも、ちょいおもだな、ちょいおも。ここから人狼殺を検索しまして、なんでミラージュメモリアルっていうのが出てくるの。この画面みんな見えてんの。うわ、見えてんじゃん、やめてよ。ちょっとみんな見えてんかい。人狼殺って検索したのにミラージュメモリアルが出てくるんだけど、そんな地獄ある。あ、なんかこの下にちょっとなんかあるな。この下どうやってスクロールすんの、みんな詳しい皆さん。スクロールができないって地獄じゃないこれ。あ、できた。マウスの真ん中のクルンクルンってところやったらスクロールできた。危なかった。だって普通ここら辺にさ、こうスクロールバーみたいのついてるじゃん。いや基本だけど、スクロールバーはないからさ。いや沼じゃない。普通そのくるくるもあるけど、だってくるくるってそもそもスマホにないものじゃん。スマホは指だろ。だってパソコンとかはね、専門家に任せときゃいいんだよ、こういうのは。僕はさ、専門家じゃないから。これ何情報を確認してんのこれ。そんなに確認する情報ねえぞ、今インストールしたんだから。これいい加減にしとけよ。これ次へと押していいんじゃねえだろうな、ネットのか。あ、ちょっと待って、これはいかんでしょさすがに。ちょっとじゃあここだけ消すよ。さすがに僕は頭いいから、ここでバカみたいに個人情報さらすアホじゃないから。よし、じゃあこれで Google アカウントってなんだっけ。あ、あれだよな、わかるわかる。情報を確認しています。頼むぞ、情報を確認しとけ。まだ今消しとくね。一応急に情報を確認して、その全部出てきちゃったらあれだから。あ、新しい Android 買ったような感じなんだ。騙してんだもんね、みんなをね。欺いてパソコンの中に Android があるって見せかけてるってことでしょこれ。もうブルースタックさ、アンインストールしようかな、このクソアプリ。とりあえず 2GB も取ってるよ、こんなクソアプリが。アンインストールするからな。もう二度とお前のことは。こんなことしちゃったらダメかな。途中でこの、あ、もうこれよし、もう終わった。マルチタスクでね、ブルースターをアンインストールしながら、このノックスをインストールするっていうね。さあ、さすがにもういい加減出てこいよ、人狼殺来ました。あ、よし、じゃあ皆さんお待たせしました。ちょっと待ってね、ちょっと待って、ね、今ノックスで今見せるからね。じゃん、インストールするよ。ついにここまで来たよ。あ、ちょっと待って、今変なとこ押しちゃったかも、間違えてくるくるになっちゃった。あ、そうだね、人狼のアカウントは生きてるね。あれ、今変なとこ押しちゃった。これクリックがちょっと緩いよ。どうやって戻んの。戻るボタンとかないの。間違えてどっかクリックしちゃったんだけど。なんかでも重いなこれ。もう一回人狼殺インストールってやろう。さっきだってインストールって字が出てきたのに。さっきインストールって、ほらほら、あ、違う、これじゃないよ。人狼っていうのでも、あ、あったあった、これこれ。いくよ、よいしょ、頑張ってくれよ。ほら、これ全部同意するってやってるからね、マイクも。みんな見て、みんな見て、端末のマイクを使用しますって出たよね。同意しちゃうからね。こんなんいらん、 Wi-Fi じゃない。よし、いけ、頑張るよ。頑張ってダウンロードしてろよ。さあ、178メガから。さあ、早い早い早い。みんなこのメーター見えてる。一気に行くぞ、スピード上げていけよ。お前今チャンスだからな、ノックスな。今これをね見てる人もみんなノックス乗り換えるぞ、このままノックスがしっかりやったら。今本当見せ所だよ、ノックス、お前の性能の。メーターって見るの楽しいっていう意味のわかんない人いるけど、こうやって一つ一つ状況を打開してね、先へ向かっていく僕たち。僕一人ではもう、よし、開くボタン出ました。ファイルを回答してますよ。そうだよな、新しいアカウント作ればいいんだよな。新しいアカウント作ったらどうなる。
った。そっか、初心者村ダメだダメだ、それ一番ダメだよ。あんな6人のクソゲーをまたしばらくやらないと、僕の今実績があるわけだから、実力積み重ねてきてるんだよ。ここまでそんなクソみたいなことできねえよ。あいつら本当アホだから、初心者村にいるゴミども、もう二度とあそこには戻りたくないよ。幼稚園と一緒だね。宮久保幼稚園の感覚だから、もうああいう学校とかもう二度と行きたくないもん。今学校とか行ってる人とかいんの、この中に。よく行くよな、あんな施設。あんなさ、サイボーグを作るようなね、確立化されたことが美徳とされる教育、そんなん絶対嫌だよ。いやだからね、なんかね、この前モノレールかなんかに乗ってて、羽田空港行くときにモノレール乗っててね、教室が見えたんだけど、これだけでなんかうんざりしちゃったの。うわ、ここ行きたくねえなーって。何これ、なんでまたこの画面になった。インストールできたんじゃねえの。なんでまたここに戻っちゃうの。また Google Play 様に戻されちゃったんだけど、落ちたんこれ。え、僕のそのアプリリストはどこなんですか。ホーム画面ってどうやって行くのこれ。ここ家のボタンを押してみたけど、何これ。あ、出た。でも人狼札ほら、あ、こんなの入れてないよ、勝手に入んなよお前。これもう消そう、怒った。今見えてる、これ僕のこのホーム画面に変な美少女が出てきちゃったんだけど、こんなん入れてねえぞ。あ、それ広告なの。じゃあこれでいいの。あ、勝手に入ってきたんだ。あの 3DS にもそういうのあるもんな、プレゼントとか言って。あ、なんかもうここまで来てんじゃね。もうほんのすぐそこまで来てんじゃね。じゃちょっとスカイプを落とすね、一応念のため。ありがとうございました、スカイプで協力してくれた人。さあメーターが上がってきましたよ。初のこれ音が出ないね。でもね、まだ音ここ出ないんだっけ。音はまだ出てない、こっちには。多分ここまだ出てないんじゃない。あ、来た来た。さあピロン、ちょっと待って。じゃあここで今からこれで すんなりできたらノックス神だぜ。勝ちだね、もうこれで。じゃあまず一人のね、ルームモードでね、まずはこれ一人で入って、今ね一人村に入るね感じをやってますんで。あ呪われる。あれ、あ、いたはいた。ほら見て、みんなあのこのほら緑のメーター見て。ふうよし、いけるぜ。 ありがとうねノックス押してくれた人。これで僕はねやっとねスタートラインに立てたよ。まだわかんない、でもここで油断禁物で、これで落ちたりするから。何なのブルスターって。なんだこれ。あ、ログインしましたかっていうね、 Google からね不正なログインがあったんじゃないかってね、ビクビクしてる。みんなビクビクしてるよ。大丈夫大丈夫、これ僕の心当たりだから多分。それとももしかしてなんか変だぞ。サムソンのギャラクシーで入ったことになってんだけど、いいのこれ。ノックスで入るとサムソンのギャラクシーで入ったことになんの。僕だってノックスで入ってんのに。ノックスがそれか。じゃあいっか、ぶちのめしてやる。いやいいね、もう普通にみんなと話せるだけで心が踊っちゃう僕のこの感じね。一緒にあの見てくれてる人会話するのが好きでやってるだけだから。いや出会い中って認めよう。まだこいつらだったら出会い中って認めよう。あ、お前らまだやってんのかよ。まだお前ら喧嘩してんのか。いつまで喧嘩してんで、早くやるぞ。なんか急にまた生きるのかな。じゃあ5番、はい。で出会い中って俺に言ったけど、じゃあ俺がこの中で会ったの、俺の見てる人、その他の人とじゃあ一緒に会いましょう、遊びましょうなんて言った事実があんの俺。もういいよ、出会い中とかどうでもいいんだよ。早くやろうぜ。おい早くやろうぜ。ほんとそれな。お前いつもどっかで当たり散らしてるよな。お前5番よ、お前5番いつもどっかで当たり散らしてんだろ。お前の人生それ楽しいのか。あ、出たよ。なんなん人人人へって。こうやって話が通じる喜びだよね。初めてなんかこの水を触ったヘレン・ケラーがさ、
これが水だって分かった時と同じなんじゃないかな、これって。麻薬テスト完了だね。でも重いよ、やっぱり相変わらず。だって今までは僕真っ暗闇のところにいたんだもん。誰とも喋れなくてさ、聞こえますか、聞こえたらドラゴンクエストって言ってくださいってずっと言ってたけど、それは誰にも聞こえてないんだぜ。だからああやってさ、ムキになってリアクションしてくれるだけでさ、嬉しいんだよ僕は。出た出た出たよ。もうさっさと勝負したい。とにかく人狼がやりたいよ僕は。人狼がやりたい、ただそれだけなんですよ。もともと俺見てて、逃げんなよ、逃げんなよピョコちゃん、お前、おいおい、ピョコちゃん逃げんなってよ、キューバお前バレてんだぞ、おい、どうしたお前、逃げんなって。お前いつもこうやってやってんのか、お前いつもこうやってやってんのか、おい、人生の時間どんだけドブに捨てた気が済むんだよお前はよ。お前みたいな、お前みたいな弱小配信者に構ってないんで、お前みたいな、なそういうさ、あれだよな、戦績を重視するバカ、おい、お風呂場で喋ってんじゃねえぞお前、戦績重視するバカだろお前は、かわいそうに。あんなに自分がさ顔上げて動画さ、ね、人気あると思ってるかもしれないけど、お前自分の顔鏡で見たことあるの、うん、お前ど底辺なんだよ、ど底辺が。じゃあとりあえず今、うんうん、お前結構見てんじゃねえか、お前結構詳しいじゃねえかよ。自分じゃあな、お前みたいなバカと困ってる時間ないんだよ。たったその回数でお前にやったことあるし、これ話が通じる世界っていいよね。僕はただ今話が通じるっていうことだけが、それが嬉しいんだよ。あいつ前回ね、とっちめてやったんだよ、クソムーブバックしたから。はい、ルーマスターさん、これ初日髪ありですかなしですか。もうこれ待って待って、誰だっけ、ごめん、くれたんだっけ。いや、あげてない。もじゃるもるだけど、あげてないっすよ。どうするやっちゃうのこの辺で。あ、待って待って。9番待って。9番こいつあるじゃん。ピョコと。こいつ、人狼殺しか生きがいないのかな。かわいそうだから、ちょっと、叩けないよ。いろんな名前使って入って、僕に粘着して、相当悔しかったんだろうね、前回のあれが。いや、もったいないっつうか、時間の無駄じゃん、ああいうやつに絡むの。あいつさ、僕に会いたくてさ、いろんなアカウントで部屋に入って待機してんじゃねえの。だってさっきと違う名前で入ってたじゃん、まあ、いくつかこうスマホを持ってさ、ポケゴーとかを何窓でもやってるやついるじゃん、たまに。ああいう感じでずっと張ってんじゃねえの。そこまでして僕に会いたいんじゃないの。 お前ってことは配信も見てるだろ。おい、お前かわいそうだな、ほんと。なんかそういうやついたもんな、探してるとか言ってるやつ。もうこっちは君に相手したくないんだよ、人生の時間の無駄だから。お前だってさ、人狼のゲームの本質を分かってないじゃん。お前ってさ、投票しないっていう、何なのそれ。人狼っていうゲームはシンプルに考えたら、投票タイムで人狼を2回釣らないと勝てないゲームなのに、それを支援でやったりとかってさ、頭の悪い人狼してんの。1000人のクズの毛を抱えたピョコタンさんじゃないですか。お前逃げちゃうんですか。お前あのさ、配信見て追いかけてこないで、ちょっと。はい、もう喋れないんだね。喋ってるじゃん。敗北宣言してもらっていいですか。喋ってるよ。蹴った瞬間、俺の勝ちね。喋ってるよ。どうしたの、待っててくれたの、先回り。いや、何配信から先回りして待っててくれたの。おい、配信して。お前、環境整えとけよ、お前。聞こえねえんだよ、プツプツで。どうした。どうした、お前。どうしたの、待っててくれたの。いや、待っててくれたんじゃけど、お前、さっき逃げたじゃん、だって、お前。9人の新旧いたのに、なんで逃げたの。いや、なんでここにいんの、じゃあ。なんでお前ここにいんの。追いかけてきてくれたのか、配信見て。いや、じゃなくて、お前、配信環境どうなってんだよ、それ。これ、配信見てるから、こっちが言ってることは、別に、このボタン押さなくても、お前に通じてんだろ、おい。ニコ生見てんだろ、かわいそうだな、一生懸命ここ追いかけてきたんだろ。見てねえから、お前のクソニコ生なんかよ。おい、見てんだろ。見てねえから。見てんだろ。通じてねえんだ。じゃあ見てたらドラゴンクエストって言って、押して喋れって。見てたらドラゴンクエストって言ってよ、今。ほら、お前みたいな、なんかニコ生のなんかクズの1000人とかいいから。いや、1000人とかそれいいから、今ドラゴンクエストって言え。とりあえずお前ドラゴンクエストって言え。ドラゴンクエストって言ったら許してやるから。ピョコタン喋れって、お前。ドラゴンクエストって言ったら喋る。お前がドラゴンクエストって。マイク、お前はそっちのさ、配信とか見てねえんだよ、クズ。なんで会話成立してんだよ、じゃあ。お前、ここのボタン押さなくても、お前には通じてんだろ。
そいつまんねえことやんねえよ、人狼でゴースティングとかさ。そこまで結果をしてまで勝ちたいのか、お前は。戦績中がよ、おい。寂しいことやってんねん。お前の戦績見てやろうか。あれ？お前の戦績見てやろうか。どんぐらいなんだ、おい。すごいじゃん。いや、だからお前、大したことねえじゃん。638勝。1000人中、なんか、一般人っていうお前のリスナーか知んないけど、お前今、1人で2人目来たんだ。お前すごいじゃん。ようやく2人目流れてきて。638勝、567敗じゃん。やつと一般人今たったすごいじゃん、お前。2人しか流れてきてないんだけど、お前すごいな、やっぱ。抱えてる割になんだよ。やっぱお前すごいな。この間、まあまあ流れてきたんだけど、コメントで生きるやつ全員捨てやかなんだけど、どうなってんですかね。もう全部ブーメラン、ここにしか居場所ないのかってブーメラン全部コメントしてるんですけど、なんでさっき配信で言ったこと全部お前に伝わってんの。答えてるんですけど、ピョコタン喋ってもらっていいですかね。もう分かったから、もうちょっともう時間ないし、人狼やりたいから追いかけてこないで。もう分かったから追いかけてくるのやめてね。だってゴースティングしてることが分かっちゃってるから面白くないじゃん。人狼ってそういうゲームじゃないからつまんないんだよね。分かるでしょ。だからもうこれ以上追いかけてこないでね。じゃあお疲れ様でした。その調子でね、人生のね、時間を人狼殺に費やしてさ、年取って、病床に伏せて、ああ、そういえば。1番さんって、5番さんのファンですか？僕の時間は、人狼殺にね、こんだけ取られてたんだなと思ってくれればさ、いいじゃん。誰この人。なんでこの、配信のこのボタンを押さずに言ったことがお前に伝わってんだよ。いや、いいよね。ボタンを押さなくても会話が成立するっていう。もういいから君、さっさと次の試合自分で始めろよ、もう。追いかけてこないで、気持ち悪いな。わざわざさ、さっきあの部屋にいたのに、追いかけてきて、僕の配信を見て、超人気宅に入ったのを確認して、先回りして座ってるからね。そこまでしないでよ、もう。気持ち悪い。鳥肌もんだよね。先に座ってるっていう。あの、円卓の真ん中に、KM なんとか。もうやめてくれ、これ。この部屋に入る時間だって長いんだから。ほんとそういうやついるんだよ、ストーカー系。これ、ちょっと待って。これどこの宅に入ったか見られたら、あいつにその追いかけられるから、ちょっと一旦消すね。なんでこんなクソめんどくせえことしなきゃいけないんだよ、一人の気違いストーカーのためにさ。さあ、じゃあどうしようかな。魔女局入ろうかな。よし、じゃあ、ちょっと今回だけね、9人標準局入ります。だってさ、あれから何週間経ってんだよ。まだ粘着してるって怖いよ。僕はね、別に何週間ぶりにやったけど、向こうはさ、ずっとやってたわけじゃん、あの後も。なんかこの前もそういうやついたもんね。急に入ってきてさ、今、ムカつやつ追いかけてんだよ、つって。いないから出るわ、と言って出て行ったやついたもんね。その時間をもっとさ、大事なところに費やせよ。なんかもうその人狼云々じゃなくなってきたよね。もうこういうアプリをやってるやつっていうのは総じて何かしらのその闇を抱えてるさ、もう病気なんじゃない。これ人狼殺をやってる人間ってイコールでもう世間との結びつきが少しでも欲しい気持ち悪いやつなんじゃない。よろしくお願いします。聞こえてますか？もし聞こえてたらドラゴンクエストって言ってもらえませんか？ほら誰も聞こえてないじゃん、僕の発言。また無言じゃんこれ。あれ、まさかこれってまたあれじゃないの、ここ。おい、ドラゴンクエストって言え。ドラゴンクエスト言った。ありがとうございます。ドラゴンクエスト初めて言ってくれた。なんか人間の温かみを感じて感動した。ちょっとじゃあもう終わりにするわ。気持ちもね、あったかい気持ちになったでしょみんな。じゃあもうここでおしまい。今日はこれ以上グダグダしたくない。